大阪市立何和小学校、日本橋中学校は、大阪府大阪市何和区にある公立小中一貫校。通称、愛称は、日本橋小中一貫校。何和区の東部を校区としている。2017年に、大阪市立日本橋小学校、大阪市立恵美小学校、大阪市立日東小学校の3小学校が、統合し、従来の日本橋中学校敷地で、 施設一体型の小中一貫校となった。1949年に大阪市立何和第二中学校として大阪市立何和第一中学校から分離開校した。何和第一中学校から該当校区内在住の2年生が転入する形となった。創立当初は第二次世界大戦の戦災被害のために廃校になった旧大阪国民学校の跡地を 校舎敷地として使用していた。開校直後の1949年6月2日、大阪市立何わ東中学校と改称した。何わ東中学校への改称の日をもって創立記念日としている。1954年は、旧何わつ国民学校跡地の現在地に分校を設置した。その後1956年に現在地に本校機能を移転し、 1957年に現在地に完全移転している。なお、現在地に本校機能を移転した1956年に現行名の日本橋中学校に改称している。学校創立時の敷地は児童公園や保育所等に転用されている。地域の児童数の減少に伴い、日本橋小学校など3小学校を統合し、 施設一体型の小中一貫校を設置することになった。2017年度より大阪市立にわ小学校を設置し、小中一貫教育を実施している。ありがとうございます。